はい、ミシンチャンネルのミシンです。というわけで、続きやっていきたいと思います。今回は5話目の予定ですよねちょっと間が空いてしまってます、録画に。というわけで早速やっていきたいと思います。お兄ちゃんはダイゴさんとお出かけか、僕はどうしてようかな。ここは歩のセリフですけどねお兄ちゃんが出かけてから僕は自分の部屋で手持ち無沙汰にしていた。こっちの格好は前のところより進行がちょっとだけ遅れてるから予習もあんまりする気にならないんだよね。一週間が過ぎて少しずつ山彦町での暮らしにも慣れてきたと思ったけど、日曜になって時間の使い方で困るってことはやっぱりまだまだ馴染んでないってことかも。一緒に連れてってって言えばよかったかな。あゆむくん、いる？姉さん、どうしたんですか？カズマくんにお客さんなんだけど、部屋にいなかったから、ここにもいないみたいね。どこに行ったか知らない？お兄ちゃんなら、今日は遊びに出かけましたけど。あら、そうなの。歩夢くんを置いて行っちゃうなんて仕方ないお兄ちゃんね。いえ、そんなことないですけど。あの、お客さんって、お兄ちゃんの友達ですか？ああ、そうそう。中津川さんと日向さんのとこの娘さん、あなたも知ってるのよね、確か。あ、ウイさんたち。せっかくだし、歩くんから伝えてくれる？お兄ちゃんは出かけてるって。今、下で待たせてるから。はい、わかりました。答えると、姉さんは微笑を返して、微笑みかな、微笑みを返して部屋を出ていく。僕も少しだけ服装を整えてからその後に続くことにした。あ、歩くん、こんにちは。カズくんはどうしたの？お兄ちゃんはダイゴさんと出かけてて留守なんです。え、そうなの？一緒に本町まで遊びに行こうと思ったんだけどな。そうなんですか。ごめんなさい、せっかく来てもらったのに。あ、いいよ、気にしないで。歩夢くんが悪いわけじゃないもん。そうよ、あいつったら歩夢くんを置いて大吾なんかと出かけるなんて何考えてるんだか。伊吹さんの声にはちょっとトゲがある感じ。伊吹さん、まだお兄ちゃんのこと誤解してるのかな。この前話したことである程度は解けてると思うんだけど、何かきっかけがあればいいんだけどな。入れ違いか、残念お兄ちゃんたちも本町に行ったみたいですけどね。本町？カズくんたちも今日行ってるの？はい、そう聞いてますけど。そうだね、歩くん。何ですか？よかったら私たちと一緒に出かけようよ。本町まで遊びに行かないかな。え、でも。もともとカズくんだけじゃなくて歩くんも誘うつもりだったんだから。それにもしかしたら本町でカズくんと会えるかもしれないよね。いいでしょ、いぶきちゃんもそうね、歩くんさえよかったら私たちの日曜日に付き合ってもらえるかしら。ういさん、いぶきさん、本当にいいんですか？もちろんそうと決まったら早速出発だよ、歩くん。あ、ちょっと待ってください、財布とカバン取ってこなくちゃ。もうあんまりせかしちゃダメでしょ浮いたら。2人を待たせてはいけないと僕は大急ぎで荷物を取りに部屋へ戻り、こうして思いもよらぬ形で僕は山彦町に来てから初めての遠出をすることになった。おはぁ。おはよう。生徒たちが挨拶を交わし合う校門を抜けて校舎へのんびり向かう。いつもと変わらぬ朝、転校から1週間も経てばこの環境にも慣れようというもんだ。
当初こそ転校生という珍しい存在のため周囲の注目があったけれど、まあ新しさだけでそれが長持ちするわけもなく、最近は向けられる視線の数も随分と減った。ただしそれでも全てがなくなったわけではなく。おい、あいつ2年の転校生だろ。都会から来たプレイボーイとか言う。ああ、でもこっちではおとなしくしてるみたいだぜ。あの東堂小百合に目をつけられちゃさすがにね。そりゃ災難だな。少なからず同情するぜ。こういった感じの噂話は相変わらずされているわけで、まあこっちの方が最初のよりましたよな。この間の騒動以来、例の旗迷惑な噂話は下火になっていた。どうやらつむぎさんの妹小百合のああいった行動は彦南では有名らしい。その標的となった俺は幸か不幸か同情される側へと一変してしまったというわけだ。おーっす。おーっす、兄弟。おはよう、カズくん。今日はちょっと早いんだね。まあな、うるわしのモーニングコールがあったもんでな。よろずよのサービスか。さすがは旅館だな。よろずよのサービスじゃないんだな、これが。あのモーニングコールは俺のためだけに行われてるのさ。何が俺のためだけよ。どうせ寝ぼすけのあんたを歩夢くんが一生懸命起こしてるんでしょ。なぜそれを。教室に入ってくるなり、日向が呆れたような目で俺を見る。やっぱりね。少しは自分で起きる努力をしなさいよ。兄として情けないと思わないの。うははは、図星の上に正論じゃ何も言い返せないな、兄弟。まったくだ。しかし相変わらずだな、日向は。噂が下火になったとはいえ、日向の態度は相変わらず冷たいままだ。まあ日向にはキスシーンを見られているから仕方ないといえばそれまでなんだが。でもカズくん羨ましいな。私も朝起こしてもらえたらな。前は起こしてもらえてたんだけど。眠そうね、ウイ。夜更かしは良くないわよ。そうなんだけどね。昨日の宿題遅くまでかかっちゃったから。言いながら再びウイは怖くてよさ。宿題で夜更かしになっちゃうっていい子や。何宿題？古文と英語の訳が同時に出てたじゃない。やってない。カズくん、まずいよ。南国丸先生は宿題忘れには厳しいんだよ。お仕置きされちゃうよ。え、お仕置きって？居残り課題とかトイレ掃除とか、あとどんなのがあったかな、いぶきちゃん。そうね、原稿用紙3枚で反省文提出とか、あと廊下に立たされるのは定番よね。マジか、やばいな。せめて英訳だけでもやっとかないと。南国原先生英語なんやな。まあ廊下に立たされるはいいけど、原稿用紙3枚分も反省文書けねえよ。とはいえ英語は一次元目だし、今からじゃな。ここは誰かに移させてもらうしか。知らん。ここで選択。誰にします？いやまあね、無難なのはウィーだよね。でも逆張りでイブキに頼むのもありやし、ダイゴに頼む。ダイゴ。いや、ここはあえて茨の道を今回は進もうよ。いぶきにちょっと頼んでるよ。ひなたのやつ、あんだけ大口叩くってことは宿題バッチリってことだよな。それにこの1週間で分かったが、ひなたの成績はクラストップ。ここはこれまでの確執を水に流し。何よ、言っとくけど宿題なら見せてあげないわよ。どうやら流してはくれなそうだった。まだ何も言ってないだろうが。言わなくても見通しよ、あんたの浅はかな考えなんて。そう言うなよ。日向の役が合ってるかどうかついでにチェックしてやるからさ。何よその上から目線。別にあんたなんかにチェックしてもらう必要なんて全くないわ。
ダメだ。言い方からして失敗した。なんとか日向に見せてもらう方法はないだろうか。そうだ。はぁ、居残りか。自業自得でしょ。放課後、あゆむと約束してたんだよな。土曜だし、せっかく長く一緒にいられるって喜んでたのにな。それなのに、居残りか。はぁ、もちろん嘘だ。な、何よ。あんた、あゆむくんと約束してたの？でもそれは宿題忘れてたあんたが悪いんでしょ。そりゃごもっとも。だけど放課後を楽しみにしてたあいつの気持ちを考えるとな。もう一押しだな。仕方ない、あゆむに断りのメール入れとくか。待ちなさいよ日向。仕方ないわね、今回だけよ。日向がノートを差し出してくる。いいのか。俺は内心しめしめと思いながらあえて聞いてみる。だから今回だけって言ってるでしょ。次からは歩夢くんを落胆させないように自力でやりなさいよね。ありがとな日向、この礼はいずれちゃんとするからさ。いいわよ別に。それより急ぎなさいよ、先生来ちゃうわよ。ああそうする。ノートを受け取ると、俺は急いで写し始めて事なきを得るのだった。悪いやっちゃで。ちなみに第5話お約束通り廊下に立たされていた。つか家に先生おるんやからさ、宿題してるかめっちゃ言われそうな気もするけど、そんなことでもないんやね。土曜日ということで、今日は昼を前にして放課後を迎える半ドンか。ホームルームも終わりに、開放的な顔をしたクラスメイトたちが教室を飛び出していく。まあ一部例外がいるけどな。兄弟、俺ちを見捨てないでくれ。さーて、みっちり指導してやるからな大吾。課題が終わるまで帰れると思うなよ。悪い大吾、お前の屍を越えて俺は帰る。たーすげてーボタン。廊下に出ると同時に腹の虫が盛大になる。慌てて周囲を見回すが、幸い誰にも聞かれなかったようだ。そうだ、帰る前に購買で昼飯食べていこう。土曜だし平日なら品薄なメニューも買えそうだしな。こないだ目当てのパンを買い逃したリベンジも兼ねて、俺は購買に寄っていくことにした。おし、買えた買えた。両手には焼きそばパンや板チョコパン、カツカレーパンなど購買の人気商品を抱えて、ごもく顔でテラスへとやってきた。いや、ほぼ全部主食系のやつしかないんですけど。そんな食べる？購買部で買えるこれらのパンが、よそで買うよりもありがたみがあるのはなぜだろう。やっぱり希少価値のステータスだな。テラスの先客に誇るように胸を反らせる。さて、空いてる席はと。そういや、この前の怖い人はいないよな。名前聞きそびれちゃったけど、つむぎさんと一緒にいたのを覚えている。やたらと背が高い人だったな。あら？カズマさん？え？声のした方に目を向ける。穏やかな笑み。思わずホッとするような柔らかな帽子。つむぎさん、こんにちは。カズマさんもこれからお昼なの？はい、そのつもりです。見たところ一人みたいだし、よかったら一緒に食べる？え、なんとも魅力的な誘いだったが、俺はつい躊躇する。周囲から感じる不穏な眼差し、それも主に男子生徒から剣道の視線を感じる。これは迂闊に座るとまた例の噂が再燃してしまいそうだな。そうなったら再び小寄りに目をつけられてもおかしくない。できればさっきたいところだな。どうしたのカズマさん、ここ空いてるわよ。はい、大丈夫、ここに危険はないわ。
私がいるから大丈夫よ。つむりさんはこっちの考えを見透かしているようなことを言って、それから改めて椅子を進めた。じゃあせっかくなのでご一緒させてもらいます。ええ、歓迎するわ。どう、学園にはもう慣れた？はい、クラスメイトともようやく打ち着けてきたって感じです。よかったわね。ういちゃんがいるからあまり心配はしてなかったけど。まあ確かにういは人見知りとかしないから、そのおかげかもですね。仲良くしてあげてね。ういちゃん、あなたが来てから浮かれているみたいだから。そうなんですか？あれが地なのだと思っていたけど。もちろんういちゃんはいつも元気いっぱいよ。でもカズマさんがいると、その元気にさらに磨きがかかったみたいなの。へえ、珍しい転校生相手でテンションが高くなってるってことかな。みんな浮き足立ってるのよ。彦南に転校生なんてほとんどいなかったんだもの。そもそもこう中学高校とかで転校生ってあんまりない気がするな。だからそのせいであなたに迷惑をかけてしまうこともあると思うけど、我慢してあげてね。困ったことがあれば何でも相談に乗るから。つむぎさん、場がパッと華やぐような天使の笑みに思わず心を奪われる。ありがとうございます。俺こそ自分の撒いた種で騒ぎを起こしちゃって。誤解や行き違いはつきものよ。これから慣れていけば大丈夫。弟の歩くんも一緒にね。はい。俺は感動にぐっと拳を握りしめた。ああ、思えば彦南では転校初日からトラブルの連続だった。押し倒したり蹴られたり投げられたり撃たれたり、お祓いしたくなるほどの序難ばかりだった。それが今、おお、ありがたや。どうしたの？拝んだりして。自分の中の感謝の気持ちを表してみました。よくわからないけれど、どういたしましてって言っておくべきかしら。いえいえ、お構いなく。ん？変なカズマさん。さあ、ゆっくり食べましょう。はい。こうして俺は昼下がりのテラスでひとときの安らぎを得るのだ。